襟の黄ばみがものすごくひどいパイル地のジャケットです。びっくりするほど綺麗になったので、そのビフォーアフターの事例をご紹介いたします。襟の黄ばみ、身に覚えございませんでしょうか。こんな風にひどく黄ばんでしまったらどうします。汗っていうのはついたばかりだとシミになってないですよね。汗で濡れたとしても乾いたら色の段差ができていないですよね。見えないだけで汗はちゃんとついてるんですよ。それはね、自分でも分かってるんです。自分が汗だくになったんですから。でも見えないから大丈夫って思ってしまうんですよ。ここで洗うかどうか、ここで洗ってくれれば黄ばみは発生しない可能性が高いです。しかし放置してしまうんですよね。特に家庭で洗えない、もしくは洗いたくない、そんな服はそのままにしちゃう。見えないから大丈夫、見えないから綺麗、そんな風にいいように捉えちゃうんですよ。でもね、それが間違いなんですね。正しくは見えないけど洗わないと黄ばむなんですよ。じゃあ実際に黄ばんでしまったらどうする。それ洗いますよね。ただし黄ばんでしまうと、洗濯絵表示に書いてあるような優しいメンテナンスでは、この酸化した黄ばみを改善するのは難しいことが大いにあります。自分で洗っても綺麗にならないし、クリーニングに出しても綺麗にならない場合、もう着られないじゃないですか。でも捨てることもできないんですよ。そんな状態で何年も収納してたジャケットなんですね。ご依頼いただいた際の心境はダメ元だったんじゃないですかね。もう捉えさえしてくれないと思っていたかもしれないです。もう何をしてもダメなのか、お金を出せば作業をしてくれて、なんとかまた着られるようになるのか。このジャケットは後者です。希望の光がガンガン差し込んで眩しいくらいですよ。ただ一般的なクリーニング代と比較すればお高い費用がかかります。でもそれは成功報酬制で、ビフォーアフターに変化なしならご請求はなしだったらってことでね、ご決断いただきました。綺麗になったジャケットはまるで新品に蘇ったみたいです。というのは襟だけじゃなくて全体が黄ばんで発色性が悪くなっていたのも改善したからです。また着ることができる、捨てないでよかった、依頼してよかった、素晴らしい結果となりました。シミ抜きに限った話ではないんですが、やっぱり時々専門家の助けが本当に必要な時ってあるんですよね。まあ高額な費用がかかることもあるかもしれませんが、その価値があるかどうかの判断基準というのは人それぞれです。洋服は布と糸とボタンでできているかもしれませんが、お客様にとって特別なものってたくさんあります。それが着たいのに着られないのであれば、それを改善するのが私の役目でございます。再発防止のアドバイスはいつも同じです。もうこまめに洗ってください。汗がついたら放置しないでください。できるだけ早く洗濯してください。汗に含まれる成分が酸化して見えるシミになる前に対処することがものすごく大切なんですよ。もう手遅れで黄ばんでしまってるお洋服があるんだ、でも着たいけど捨てられないんだなんてお洋服あればね、ぜひ拝見させていただきたいです。ご相談お待ちしております。今日の動画はここまでです。ありがとうございます。